イギリス軍第六空挺師団のエンブレムペガサス橋は、フランス、ノルマンディ地域圏のカーンとウィストルアムの間、カーン運河に架か,かる1934年建造のトベ海峡である。近くにある村にちなみベヌビル橋とも呼ばれる。オルヌ川に架か,かるランビル橋と共に、第二次世界大戦中1944年6月6日のノルマンディ進行の冒頭。 トンガ作戦の一部である、デッドスティック作戦で、イギリス軍空挺部隊の主要目標となった。ジョン・ハワード少佐率いる、イギリス軍第6空挺士団、オックスフォードシャーバッキンガムシャー系不評連隊、第2大隊所属のグライダー不評の一隊が着陸、無傷で橋を奪取し、増援が到着するまで確保しようとした。橋の奪取成功は、ノルマンディ進後のドイツ軍の反撃を抑える上で、 重要な役割を果たした。1944年6月26日、イギリス軍に感謝して、ペガサス教と改名された。この名前は、イギリス軍空挺部隊が肩につけていた、ペガサスのエンブレムに由来する。1994年にかけ、変えられた、現在のペガサス教ペガサス教、及び1994年にかけ変えられた新橋は、構造上は、 バスキュール橋の三亜種の一つ、シェルター、ローリングリフトバスキュール橋、別名、ローリング橋に分類される。この種類の橋は、蝶津街のように旋回せず、橋梁に付けられた踏み板を巻き上げるもので、海面角度が大きく水路の通行幅が、より広くなる。1944年6月9日のペガサス橋、奥にホルサグライダーが見える。 1944年6月5日夜、ジョン・ハワード少佐に率いられた181人の部隊が、ペガサス京都、その数百ヤード東にありオルヌ川に架か,かるホルサ橋を、ダッシュするため、6機のホルサグライバーに乗り込み、イギリス南部のドーゼットにあるタラント・ラシトン、空軍基地から飛び立った。部隊は、オックスフォード・シャーバッキンガムシャー系不評連隊、第二大隊 D 中隊。 第249中隊の後兵20人、グライダーパイロット連隊の兵士で構成された。この作戦の目的は、ドイツ軍装甲部隊が橋を渡り、ソードビーチの東側面を攻撃するのを阻止することであった。オックスバックスのグライダー5機は午前0時16分、目標から47ヤード地点に着陸した。イギリス兵は、 壊れたグライダーから飛び出て、ドイツ軍守備隊を完全に奇襲し、10分かからずに、橋を確保した。作戦中に、デン・ブラザリジ中意とフレッド・グリーンハル下級伍長の2人が、戦死した。グリーンハルはグライダーが着陸した際、近くの池で溺死した。ブラザリジ中意は進行早々橋を渡っている時に、警部を打たれ致命傷を追い戦死した。グライダーのうち1機は誤った場所で、 栄光機から切り離され、約7マイル離れたリーブ川の橋のそばに着陸した。このグライダーの兵士の大半はドイツ軍の前線を通過し、ランビルへ向かい、そこでイギリス軍と再合流した。オックスバックスの元には3時間後、パイニコールコフィン中佐率いる第7パラシュート大隊が増援に来た。そしてラバット橋率いるコマンド部隊が到着し、 海岸に上陸した部隊と連絡した。造園の第7パラシュート大隊の一員であった若手俳優のリチャードとと大は約20年後映画史上最大の作戦でハワード少佐を演じた。ペガサス記念館にある昔の橋。2005年7月。昔のペガサス橋は現在、ペガサス記念館の敷地内に移設されている。橋は架け、駆け後。 空き地に放置されたが、記念館に、美貌科学の一フランで売却された。ペガサス記念館は2000年6月4日、チャールズ皇太子臨席の下、開館された。記念館には、カフェとペガサス教に関係する品を販売する、小さな売店がある。現在カフェゴンドレは、開放時には小さな子供で自宅にいたアルレット・ゴンドレ、が経営している。カフェゴンドレが、 D.E.D.A. に解放された最初のフランスの家屋であるという話は確実なものではない。フランスの歴史家、ノルベール・ユゲでは、著書、コマンド・ジュポーン・ペガセで最初に解放された家屋は、ピコ氏の家で、ゴンドレ家の数時間前であったと記している。1944年6月に戦死した兵士の多くは、ランビル戦争墓地に埋葬されている。墓地に隣接する教会には、 ブラザリ寺注意の墓があり、ゴンドレ家により、名板がはめられている。ありがとうございます。